なななななな な, 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 なマイク何それ何それマイクあんのエコーめっちゃ聞くの嬉しい下着女子3人組今日はお集まりいただきありがとうございます。ちょっと今日ね、話したいことがありまして、なんかさ、下着のチンチクリンメンバー4人で、うん、ズームの会をすることになったじゃん。うん。だから、ちょっと長友さんをね、うん、ドッキリさせたいなと思って。うん、ドッキリ？そう。ズームで？ズームで、まあ、久々にやるし、ちょっと面白いことやりたいなと思って。ああ。おぉ。ドッキリしたいと思って、やっぱ仕掛けるんだったら長友さんかなと思って。うん、そうだよね。うん、まあ、そうなるよね。そうなるよね。長友さんのネタ、うん、かけますね、うん、本当にやばい、うん、謝んなきゃいけない状況であのネタで謝るの仮説、うん、検証したいすいませんでしたってやつちなみにさ今までさプライベートの時に聞いたことはないよね確かにないでも謝ってもらうみたいなことになったことがないもんねあ、まあ、そうだそうですよねないそれもあるか結構穏やかじゃん、うん、4人で集まっても穏やかだね穏やかだねうん謝ってもらうことがまずないんだけどあえて謝ってもらう機会を作って、ね、謝らせる謝らせたいなって思ってんだよねでも難しいよね謝らせるってなんかなかなか難しいね友達でもなんかあんまないよねこっちが怒ってで向こうがあそうだねかも無駄に長澤さんが言ったことに傷ついたんですけどとか言ってそっちで謝らせるからじゃあ長友さんに傷ついたことありますかえ全くないんだけどないいやそうないよね全くないかといってこの3人でなんか火種になりそうなこともないよね、うんそうなんだよね。そうだね。でもだからこそね、謝らせたいんだよね。なんか本当に傷ついちゃったらどうしよう。なんか傷つきそう。なんかね、傷ついちゃいそうだよね。なんかピュアに。なんか本当に落ち込みそう。そう。じゃあなんか長友さんはそんな悪くないんだけど、うん、でも、うん、あ、理不尽ってこと。理不尽。すっごく理不尽。あ、理不尽にね。が理不尽になればいいのか。うん。なんだろう。なんだろう。打ち合わせしたくていいですか、うん、おはい、まあ、内容は私のソロライブになるの、うんうん、おーソロライブお私のソロライブ歌うってことね、まあ、ソロライブだからこう私が歌ってなんかみんなは、まあ、見てもらうみたいな、うんうん、でその反応なんかそのままあ、みたいなじゃあ何する私たちは何すればいいのまなみが歌うんでしょこうやればいいってことねそうそうそうとりあえずそうやってやってもらったりとか見てってもらえばいい、うん、で曲の合間にあの、うんまあ、ライブでもよくやってるようなそのお客さんとの出会いもあるから、うんうん、コール&レスポンス的なまず、それをまなみの YouTube 用に撮るってことそう待って、それ面白くなくないだってさ、なかなか見れないな、そういう絵って。なんかってか、違う、なんかわざわざさ、わざわざ仲いい友達呼んですることじゃなくない？いや、そこがさ、なんか見てる人的に面白いじゃん。なんかいや、面白くないでしょ。だって見てる人たちと私たちはなんか違うじゃん。関係が違うじゃん、まなみとの関係がさ。でさ、ライブに来た時に、小雪りなちゃん来てたのみたいな感じになるじゃん。だからそれを、なんかあえて見せちゃってるのは結構面白いかなって思う。ここで見せる必要ある？わざわざそのまなみの YouTube でさ、わざわざこれからやるっていう時に見せる必要ある？それは面白いと思う。だって結構ライブも普通に。いや、面白くないでしょ。失礼だから。逆になんかそれがいいと思う。斬新というか。いや、よくないわ。その企画なら普通にやりたくないわ、私。いや、まなみの配信だからってさ、じゃあこの3人使う必要なくない？みなみさん、どう思います？私もちょっとないかなって正直思っちゃったんだけど。ないですよね。なんで？何が面白いの？いやだってなかなかないじゃん。なんかここの一枠だけめっちゃ歌っててみんなが見てるみたいな。いやそれ別にここでやんなくてよくない？絶対いいと思うんだけど。でもだって、なんでみなみさんはなんかダメだと思うんですか？もうちょっとそれだとしたら前もってなんか言っとくべきなんじゃないかなっ
って私的には思う。変わんなくないですか、なんか前もって言ったところ。みんなでこういくらちゃんを盛り上げるためになんかもっと準備したりとかできたかもしれないけど、うん、今こう急に言われてそうやってやるっていう風になるのは、いや、まなみは歌えて気持ちいいかもしれないけどさ、こっちの3人何もすることなくてさ、それをさファンの人とか見てどう思うの、うん、いや誰にとって面白いわけそれ。リナのファンとか、長友さんのファンとか。なんで私のファン何も面白くないじゃん。それだったら出たくないわ、本当に。でもなんかもう、普通に決めちゃったことだから別にやってもいいけどさ。え、長友さんどう思います？俺？うん。俺別に何でもいいんだけど。え、何でもいいっていうの逆に。だから俺は基本何でも大丈夫だよ。だから歌うっていうのも、俺的には別にいくらが歌ってんのも見たいなと思ってるし、うん、いやでもこの3人の立ち位置がおかしくないっていうの話なの。ただ見てるだけじゃん。いや見てるところがいいんじゃん。ちょっと私はよくわかんないわ、うん、なんで、え、なんか、え、てかこういうふうな感じになっちゃったの結構びっくりだわ。え、なんかいやこっちがびっくりだわ。そんな変な曲持ってくると思ってないからさ。打ち合わせしたいってもう勝手に決めてて勝手にやることを言ってるだけじゃん。打ち合わせってそうじゃないじゃん。なんかもっとちゃんと考えてるのかと思って。なんかそのためになんかみんなに聞いてほしいから、あの構成とかも考えてやってきてるのに。じゃあいい、やるからとりあえずみんなに一旦謝ってくんない？え、なんかもう今気まずいじゃん。今めっちゃ気まずいからとりあえず一旦謝って。うん、ごめんなさい。いや、ちょっと待って、全然謝ってないじゃん。けどさ、え、でも、てかそもそもなんか、なんかニナは、なんかまあそういうこと言うかな、ちょっと思ってましたけど、なんかミナミさん。思ってたんだったら先に言えばいいじゃん。こういう風になっちゃうっていうのも、あの、私の YouTube なのに盛り上げてくれないっていうスタイルが結構友達としてびっくりだから、ちょっとマジで、なんかみんなに謝ってもらいたい気持ちある。盛り上げてくれないっていうか、だったら事前に言うべきだしさ、なんか説明するべきじゃん。それをこの直前にさ言われたって何もできない。とりあえず謝ってほしいわ。もしその謝れば気が済むわけ？いや気が済むとかじゃないけど、でもあのとりあえず今日は撮りたいから、だからなんかみんなに謝ってほしい。あ、じゃあいいよ、ごめん。みなみさん。え、謝ってほしい。私、ごめんなさい。ごめん。なんかちょっと意味がわかんないんだけど。本当に、なんかうちらが意味がわかんないわけよ。え、てかそんな風にそこまで言われちゃうと思わなかったし、なんか、まあ、長友さんはその私の、あの、歌聞きたいって言ってくれてるけど、うん、まあ、なんか長友さんも長友さんでちょっと考えてくれてるのかどうかもちょっとわかんないっていうのもあって、なんかさすがに謝ってもらいたかったっていうのはある。え、誰に？長友さんに？俺？まあ、みんな、そもそもの発端、なんかリナだったし、リナ。発端、まなみなき、まあまあいいよ、私が謝れば気が済むんでしょ？謝ればいいんでしょ？そう。謝ります。どうも。どうも、すいませんでした。何これ。何のドッキリだよ。ちょっと待って、ちょっと待って。何のドッキリだよ、これ。ちょっと待って。そんなフリーだなとは思ってたけど。もう嫌だった。何のドッキリだよ。どうでした。何で喧嘩してたらこの3人はと思ってたの。だから代表して俺謝ろうかって謝ろうかなと思ってたの。どうもすいませんでしたをやろうかなと思ってたんだけど、いつ行けるかなと思って言って欲しかった。いくらから長友さんにも謝ってほしいって言われた瞬間に、ああこういう感じなんだろうなと思って、でも一回はちょっと俺もなんか否定した方が流れとしていいのかなと思って。あ、難しい。なんでそんなことで喧嘩するかねと思ってて。いや、そうですよね。そうですよね。だって普通に俺歌聴きたかったし、楽しそうだなって。こうするってことでしょって言ってた。てかめっちゃ優しい、めっちゃ優しい。いつも折りそうになって後半ぐらいから、ね、あ、そういう感じかと思って。え、どの辺で気づいたんですか？いや、いくらがみんなに謝ってほしいって言った瞬間に、あなんでだよと思ったの。その矛盾を見つけちゃうんだよ、すぐ。そのタイミングだけが分かんなくて、どこだ。あれだよ、ゆなちゃんとみなみも、いや、長友さんが謝ってないみたいな感じで持ってきてくれれば。あー、分かりやすくね。だから、さん。
長友さんが謝るのかどうかを知りたかったんです、今回。あ、そういうこと。もしこの3人が結果したらどうなるかみたいな、うん、でも やったらやらないでって言うつもりでした、うん、そう、そういうのじゃない、そういうのじゃないんでって、そういうのじゃないんで、やりたい、そのくだりやりたい、もう一回やる、分かった上で、もう一回分かった上で長友さん、謝ってください。え？え？長友さんにも謝ってほしい。あ、俺が謝るの？分かった。じゃあ、変な気持ちにさせちゃって、どうもすいませんでした。なんだよ、謝っただろう、今。どうもすいませんでした。変な空気にしちゃって、どうもすいませんでした。なんか変な空気にしちゃって、本当に、すいませんでした。顔やってたパターン。このパターンもあるんだ、俺。変な空気してないのに。変な空気してないのに謝ってんだから、俺は。大人にそんなドッキリかけちゃダメだよ、お前たちは。すげえみんなの顔見てたからね、怒ってる。何が歌ってんの見て、何が面白いの。てか、なんかそもそも私の YouTube だから結構やらせてほしいっていうのはある。誰がボロ出すんだって。最初は騙されてたよ。あと、みなみが否定したときに、うんと思ったの。まあ、ですよね。みなみさん、否定しないですもんね。みなみは否定しないなと思ってて。そう、だから、りなちゃんとイクラッチの関係性があるじゃない。だから、この喧嘩はあり得るのかなと思ったの。間取り持とうとしてるみなみがいて、二人が喧嘩して、長友さんどう思ってるんですかって急に振られて、みたいな。で、俺がどっちでも大丈夫だよみたいな方向に持っていくじゃん。で、どっちでもいいって何なんすかみたいな方向でまたこっち来てみたいなとかの流れだったらよかったかもね。確かに、まあ、やっぱ頭脳派がいないとダメですね。そうなのね。中身チンチクリーンばっかだからね、こっち頭脳は大丈夫だから俺は。お芝居はみんな上手いなと思ったよ、やっぱり。お芝居って思われちゃダメですよね。ダメだよ。だから最初はさ、俺も気づいてないから、変な空気になっちゃったなと思って、で、みなみもみなみで、あれ、みなみってそんなやつじゃないのになと思いながら、イギリス行き人が変わりました。人が変わってね、ちょっとね。ダーパン校舎から変わったなと思って。ちょっと物申すようになったな、こいつ。そうそう。じゃあ、俺はいくら側にもつきつつ、みたいな。だからその辺ぐらいまでは引っかかってる。ただみんなに謝ってほしいって言われた瞬間にあれと思ったな。なんでと思って。いいね、これがチンチクリンだよ。そうだな、そうだよ。まあ俺があそこで一発で謝っときゃよかったなっていう反省もある。いや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 、こちら側の人です。これがドッキリじゃなかったらすごいことになるなと思ったのよね。一回流してみようかなと思ったの。もう一回確信が欲しいなと思って、ドッキリが、ドッキリじゃなかった時が頭おかしいじゃん、俺が急にどうぞ。だからもうチンチクリが解散するなと思ったの。人を落としれるみたいなやつはダメだぞ。いや、ダメですよ。ダメだ、ダメだ。もう心が痛くてしょうがないよ。そうそうそう、言ってる時もね、もう本当に泣きそうになる。もうなんでこんなこと言ってんだろうって。で、歌は聞けんの？なんで？歌えれよ、なんか。やれよ。やれよ。そうしようよ。それで、後味をよくしよう。赤いのでこうやるから。なんで赤いペンで。じゃあ私はアマゾンスティックでやるから。なんで。じゃあブラシでやるわ、ヘアブラシ。ブラシ、あ、結構いいのあるじゃん。それ、サクマ式ドロップでいくわ。かわいい。かわいい。あ、いい。あ、いい。絶対みんな飲まないけど。やばい。みんなお酒飲んでないよね。飲んでない。シラフ。4月生まれの人にプレゼントして。はい。イエーイ。なんて言った？ちょっと待って。4拍子？何？タイトル。4拍子？返されちゃうとさ。4拍子？聞こえなかったな。聞こえない。
Your Birthday っていう歌を歌います。あ、Your Birthday、 あ、 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 4拍子じゃなくてね、こっち4拍子で行くとこだったよ。気持ちよ。ワン、ツー、ワン、Thank you for being born、 愛してる。多分ね、接続、接続だね、うん、でも楽しかった、楽しかった楽しかった。あ、みなみちゃんいなくなっちゃった。戻ってきた。あれ、ごめんなさい、ごめん、楽しかったな、ごめん、消えちゃった、消えちゃった。やってみたらやっぱ楽しいから、やっぱやってよかったって思ったし、やってって楽しかったしね、やっぱ、うん、楽しかった、うん、謝ってほしいな、私も謝ってほしいな。かぶってる、かぶってるから。かぶっちゃった、かぶっちゃった。やっぱチェンチクリームはいいな。癒されるよ。佐藤さんの手がクリームパンなんだけど。いや、なんでだよ。2個ある、2個あるから。2個。なんか骨がないのいいですね。骨はあるんだよ。骨はある。そんなわけで、長友さんのドッキリ。楽しかったですね。まあ楽しかったけど、楽しい、あんまり、そうね、人を騙すってやっぱ気持ちいいもんじゃないなっていうことが分かったね。うん、いや、心が痛かったです。ね、本当に。でも長友さん、ね、面白かったです、めっちゃ。やっぱりね、ありがとうございます。ありがとうバージョンあるんだ、その顔で。ありますよ、全部ある。ズームのみから作りましょうね。今日も見てくれてありがとうございました。それではみんな、せーの、いくらいくらラバーイ、ララバーイ。はい、ありがとうございます。オッケーです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあマイクこちらで回収いたしますね。お願いします。お願いします。お弁当持って帰ってもいいですかね。余ってるやつ、両方持ってください。あ、すみません、ありがとうございます。両方、はい、ありがとうございます。